あ、はい、はい、じゃあ始めます。あ、はじめまして、NTT データ MS の高橋康です。高橋さん、あ、いえいえ、どうでもないです。ですね、本日は、RKI3 上にですね、AGM に、OpenCL をですね、組み込んで、パフォーマンス検証をしてみましたので、その結果についてですね、ご紹介したいと思います。私はですね、こういった社外での発表は初めてなので、非常に緊張してるんですが来る前にちょっとアルコールでも新幹線で飲んでからやろうかななんて思ってたんですけど、ちょっと今日はなしで、まずは頑張ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず今日のアジェンダですが、まずはじめにですね、我々アルダントチームのですね、活動内容を簡単に紹介させていただきます。次にですね、OpenCL を組み込んだシステムの概要と、具体的に OpenCL 適用アプリケーションをですね、どうやって AGM にミーティングしたのかで、最終的にですね、OpenCL 適用効果をですね、検証した結果を、紹介して終わりにしたいと思います。おそらくですね、皆さんもですね、同じようにですね、感じていらっしゃるかと思いますが、昨今ですね、世の中AI 関連のですね、ニュース記事でですね、溢れてまして、ほぼ毎日のようにですね、聞いたりですね、目にしているかと思います。このような中でですね、我々はですね、エッジデバイスでの、AI 活用にですね、関心を持ちまして、昨年のですね、10月くらいからですね、AI 関連の応用研究開発をスタートしています。まずですね、初めのモチベーションとしましてはですね、いち早くですね、新しく出た AI エンジンを AGM ですね、用意して、デモとして節電プレゼンしようじゃないかと、そんなことでですね、ソニーさんのですね、ニューラルネットワークライバリーに着目して、それを用いたですね、手書きの数字を、認識するアプリをですね、AGL 上にですね、開発するといったことに着手しました。デモシステム自体はですね、非常にシンプルなんですが、CES に向けてはですね、非常にタイトなスケジュールでして、実は私入ったのが、去年の11月ミドルぐらいで、実はAGL のですね、ユニファイドコードをビットベイクしたのが11月の末ぐらいから、なので非常にこれから何もできてないけど本当に CES に間に合うのみたいなそんな感じからですね、始まりまして、どうにかこうにかですね、ソニーさんからのアドバイスもありまして、CES の方にですね、出展することができました。でそのデモシステムについては、CES に続きですね、 AGN のオールメンバーミーティング、そしてですね、前回の、ジャンボリにも参加する機会がありまして、実際にですね、目に見えるものを我々が発信して、そこで皆さんのようにですね、いろんな他社さんのコメントをいただいて新しいアイデアをいただけるっていう、そういった環境コミュニティっていうところにですね、私が参加できて非常に有益な時間を過ごすというのが肌に感じました。でファーストステップとしては、手書きの、認識アプリをですね、作ったんですが、実はですね、プリデザインされた、ニューラルネットワークモデルを、用いてまして、学習データとしてはですね、オープンデータセットに MNIST っていうデータセットがあるんですけど、数字、手書き数字の書かれた、大体6万件くらいのサンプルデータセットなんですけど、それを入力して、学習モデルを、ファーストステップとしてはですね、構築してきました。で現在次のステップとしましては、ソニーさんがこれまた出してます、ニューラルネットワークコンソールっていうですね、グラフィカルに、ネットワークモデルをデザインできるツールがありまして、それを用いて、我々独力でですね、ネットワークのモデルデザインですとか、実際にですね、人のバイタルデータをですね、学習させまして、眠気を検知しできるような学習モデルを作ろうと今チャレンジしています。それとは別線になるんですが、やはりですね、これから
もっとですね、複雑なニューラルネットワークのですね、構築ですとか、もっとですね、膨大なグラフィックデータをですね、処理しなければいけないユースケースをですね、エッジデバイス側にインプリしようとしたときに、必ずと言っているほどですね、パフォーマンスがネックになってくるかなと思っています。で今回のですね、プレゼンテーションは、パフォーマンスをですね、改善するための一つのアプローチとして、GPU を活用するために、OpenCL をですね、AGM に組み込んで、具体的にどう組み込むか、そしてですね、実際に検証してみようじゃないかっていうのがスタートで、作成したのがこのプレゼンテーションになります。はい、で今回ですね、デモシステムを、OpenCL をですね、組み込んだデモシステムの概要になります。USB カメラ、VGA でのサイズの USB カメラで、VGA サイズですね、キャプチャーして、そのキャプチャーした手書きの数字をですね、OpenCV で前処理をして、その結果をですね、ソニーの AI エンジンに推論させて、認識結果をですね、これですね、表示するというか、簡単なデモシステムになります。ちょっと今回ですね、実は前回ジャンボリーでこのデモシステムのですね動画を撮影いただいて今回も紹介しようかなと思ったんですけどちょっとネットワークの関係上紹介できなかったんでプレゼンテーションを別途プレゼンテーションにその URL 貼ってアップロードしますのでぜひ興味がある方はご覧になってください、はい、で今回はですねその、ベースとなるこのシステムに対してOpenCL のですね、適用方法の調査と実装そしてですね、OpenCL の効果を検証していきました。で今回適用したOpenCL の方はですねオーバービューなんですけど、ご存知の方は多分非常に多いかと思うんですけど、ウキやですね使用策定しているクロノスの概要をですねリマインドさせていただくとOpenCLC 言語による CPU、GPU とのですね、一種混合の計算機器を利用した、並列コンピューティングのフレームワークですと。ちょっと長ったらしいですけど、C 言語ベースでですね、我々としてはですね、理解、習得が、容易そうですし、特定ハードウェアのプラットフォームにも依存しないので、ソースコードの可搬性っていうのは確保できるのかな、そんなフレームワークなんだなっていうことを私の方は理解しています。図はですね、今回、OpenCL のコンピレーションの、オーバービューなんですが、今回はですね、OpenCL のホストプログラムとして、独自にですね、プログラミングするのではなくてですね、OpenCV が用意してます、OpenCL コードを、利用してます。今表示しているのは、カラーコンバですね、グレースケールをする、OpenCL のコードをサンプルで今表示してます。なのでですね、アプリケーションとしては、OpenCV を介することで、OpenCL、GPU を活用しています、はい、次にですね、OpenCL、適用アプリケーションをですね、具体的に AGL 上にどうやってインテグしたのかという説明になります。まずですね、ルネサスさんの方がパブリッシュしてますRKI3 向けの、OpenCL のランタイムがあるんですけど、そのライブラリをですね、用意する必要があります。手順詳細についてはですね、eLinux の RKI のサイトにあるので、割愛しますが、具体的にですね、どのランタイムライブラリをどれだけ用意するのか、ちょっとその辺がですね、分からなかったんですが、実はですね、OpenCL のですね、ユニットテスト、というのがですね、ありまして、実際に、それをですね、ターゲットで、実行しながら、必要なライブラリを探して、必要なランタイム環境を構築しました。例えばですね、OpenCL のコンパイラーと最初私インストールしてなかったんですけど、そういった場合はですね、テストがフェイルになるので、環境として不意。
なので、まあ、カット&プライになりましたが、オープンシェアのユニットテストを、やりながら、まあ、環境を構築できるという紹介になります。次にですね、今回はアプリケーションオープン CV 経由でグラフィックの処理をさせているんですけど、まあ、オープン CV のオープン CL オプションというのがあるんですけど、それを有効にしてですね、ビルドする必要があります。まあ、その手順を具体的に記載をさせていただいてます。多分本来はですね、C メイクのオプションで、With Open CL をですね、オンにすればですね、手順さんの、ここですね、モディファイ、コンフィグヘッダーのですね、編集は自動に反映されるはずなんですが、ちょっとですね、今回すぐに分からなかったので、手動で、ヘッダーを、ですね、ハブオープンシェルを追加することで、環境として、成り立たせています。もしですね、スマートなビルドの方法をご存知な方いらっしゃれば、教えていただければ幸いかなと思っています。次にですね、デモアプリのメインロジックの抜粋と、抜粋ソースコードと、オープンシェルですね、具体的にオープンシェルから使うための変更になります。デモアプリのですね、メインロジックとしては非常に、まあ、シンプルなんですけど、まあ、USB カメラからキャプチャー画像ですね、100×100 で、切り出して、まあ、グレースケール変換、バイナリゼーションで 28×28 リサイズして、その結果ですね、AI エンジンに推論させ、まあ、そういったフローになります。今回ですね、OpenCV のグレースケール変換と、バイナリゼーションとリサイズ処理に対して OpenCL を適用しています。具体的にはですね、ここに書かせていただきましたけど、これまでマットクラスを使って演算させてたんですが、 UMAT クラスに置き換えるだけになります。でこれでですね、ターゲットが、OpenCL をですね、利用できる環境であれば、GPU とオープンシェルデバイスで演算させることができまして、まあ、もしですね、負荷の環境であれば、まあ、CPU 演算に自動的に切り替わるというようになります。でまたエンジン、オープンシェル利用環境であれば、ここに書かせていただきましたけど、セットユーズオープンシェルっていう API があるんですけど、それを使うことで明示的にですね、 CPU、GPU をですね、切り替えることも可能です。次が具体的に適用した結果ですね。でデモアプリのパフォーマンスを計測した結果が、この表になります。ですね、まず一番上の表がですね、デモアプリ全体の、計測結果なんですけど、まあ、今回のケースにおいては、CPU 利用の方がですね、処理が速くてですね、まあ、CPU の負荷の方はですね、まあ、差がない結果となっています。で下の表がですね、まあ、その内訳になるんですけど、今回 OpenCL を適用したグレースケール変換、日化、リサイズの処理時間に関しても、まあ、ちょっと CPU の方が、今回早かった、まあ、大体10倍前後 GPU を適用した方がちょっと遅くなっているというのが結果になりました。もちろんですね、今回の開発のデモケースは非常に画像サイズ、演算量も小さいですので、まあ、そのためですね、GPU 効果が得られないのかなと思いまして、まあ、具体的に次のステップで、画像サイズをですね、大きくしまして、まあ、VGA とですね、フルハイビジョンのサイズの入力に、各 OpenCL の処理ごとに再検証してみました。で検証方法と しましては、対象処理ですね、まずは100回呼び出した際にですね、処理時間と、CPU の、負荷をですね、計測してみました。まあ、CPU の負荷はホームコマンドでの CPU ユーティライゼーションを、対応しています。でこのスライドはグレースケール変換のテストコードと、パフォーマンス計測を例で挙げています。まずですね、グレースケール変換の個別検証結果がこれになります。
左のグラフがですね、あの処理時間ですね、右の方が、CPU 負荷を表しています、グラフがですね、短いほど、処理時間が入る、CPU 負荷も軽く、で GPU 効果があるということを示しています。で青がまあ CPU 版で動かした時と、緑があの GPU を適用した時の結果になります。でまあ、ご覧の通りですね、あのグレースケール変化に関しては VGA サイズから処理時間、CPU 負荷ともにですね、GPU 適用効果が見られまして、まあ、フルハイビジョンになりますと、処理時間、CPU 負荷ともにですね、効果の度合いが、大きくなっていることがご覧になるかと思います。続きまして、日下処理のですね、個別検証になります。まあ、今回、VGA では、処理時間、ちょっと長いんですけど、CP 負荷は軽減されているので効果が確認できますし、フルハイビジョンになると、処理時間も短縮、CP 負荷も、軽減されていて、共にあの GPU の効果が、確認できました。で最後ですね、あのリサイズの、個別検証結果になります。先ほど の日下処理とですね、傾向が少し似てるんですけど、VGA では処理時間こそ長いんですが、CPU 負荷は下がると。また、ハイビジョンになると、処理時間も短縮、CPU 負荷も軽減されて、共にですね、GPU 効果が見られたかなと思っています。最後のまとめなんですが、まずですね、今回AGL 上で、OpenCL のですね、適用効果、RKH3 のですね、GPU のですね、効果をですね、確認することができたかなと思っています。でまた適用アルゴリズムにより、処理の高速化でしたり、CPU の負荷軽減の、効果度合いの異なり、画像サイズ処理量が大きいほど、恩恵が得られる傾向にあるということもですね、実際にこう、インプリしてみて実測してみて、初めて分かったかな、本当に実感できたかなと考えています。またですね、今後プロダクトの適用にあたってはですね、今回の実測値、経験値からですね、OpenCL ですね、適用するケースの見極めと、実際にハードウェアリソースをですね、最大限発揮するためのプロファイリング、チューニングというのはもちろん必要かなと考えています。で今回はですね、HAI の、性能改善として、OpenCL にまずは着目して適用まずは計測してみたというのは今の段階にあるんですが、例えばですね、皆さんであれば OpenCL に、適用したとして、さらにパフォーマンスを向上させるためにどうプロファイルし、どうチューニングされるか、でもしくはですね、他の性能改善アプローチ等ですね、コメントアイデアがあればぜひいただけると幸いかなと思っています。では、エニークエスチョンということもありますでしょうか。サイズが小さいうちは CPU の方が処理が早いのかということで、はい、多分転送オーバーヘッドとかなのかなという感じを、第一印象としては受けたんですけれども、プロファイルとかでソコーラーあたりまで細かいところが出ていたりとかはしますでしょうか。はい、実はですね、今ちょっとアペンディックスで、今ですね、ちょっと見づらいですね。一応パフォーマンスコマンドとですね、グラフを用いて、一応どこの辺がボトルネックかっていうのをですね、今まさに検証しようと思って急いでアペンディクスにちょっと追加したんですけどで一応詳細はですね、今はちょっとズームインしてるんですけど、全てCPU 版と GPU 版の方でですね、プロファイル結構転覆してますんで、ちょっとこれからですね、具体的にどこにオーバーヘッドがあってっていうのをですね、見ていこうかな。
V1D サイズの時の処理時間、どのくらい、何ミリセットぐらいでしたっけ？トータルで、例えばあれですかね、ブルースケール変換とかですと、あ、そうですね、これ100回ループさせてるので、一応1回ループさせてるものもあるんですね。あ、なるほど。はい。なんでちょっとそちらの方が多分良いですよね。これは実はですね、グレースケール変換をですね、まあ1回だけ処理させた時の、結果になりますと。例えばフルHDですと、実はあまり、まあ、若干ですね、CPU だったら、10.09 が、まあ、GPU 適用することで 10.70 そういった測定結果になります、はい、実際のあのユースケースとして実はあのサンプルとしてあのまずは100回ループさせてあの効果の度合いをあのまずは見たくてやったんですけど多分、まあ、アプリケーションのあるケースとして、まあ、30fps がデッドラインとしていろんな画像処理をした場合にまあ、実際100回も同じことやるかっていうとなかなか考えにくくて実はこの1回だけのやつも実際撮っていて例えばじゃあ実はあのフルHDでもあまりあの処理速度の方はあんまり変わらなくて実はこのケースにおいてそのホストコードとして我々ソフトエンジニアとして今のそのGPU、OpenCL のバイナリを使った上で何が工夫できるかっていうのは実はあの模索したりとかアイデアをいただきたかったりしています。結構なんで一応後でスライドをアップロードさせていただくんですけど、はい、一応先ほど3つ適用したものの1回版っていうのを全部内々の話のネタなんですけれども、はい、あの CPU のクロックちょっと引き上げる策もありますけどっていうのを昔したことありましたけど、それはやってないですね。今1回分野でデフォルトでデフォルトですね。はい、ちょっと打ち合わせになって写真のちっちゃい写真のほうが、ん、そっちの方がでかいそっちの方がかもしれないですね。だから100回やると、うん、そうですね、100回と1回で差がこんな出るのは確かにギャッシュってな、うん、あるかもしれないです、ね、ああ、ギャッシュです、うん、ああ、なるほど、そうですね、これ、キャッシュを見たらよかったですね、あの、パフォーマンスコマンドで、まあ、デフォルトのスペードしか、クロックしか出してないですけど、あのキャッシュも出そうかなと思ったんですけど、今度、機械アップします。内部の同じ会社なんですけど、あのあ今の検証項目って来月って間に合いそうですか？結果検証項目なんかちょっと見てる途中です。ああプロファイルですか？はい、そうですね、まあ、ちょっと宣伝になるんですけど、オープンソースサミットと合わせて開催されるオートモーティブリナックスサミットに、はい、高橋さんがまた講演されるんで、その時にもしかしたら今日のプレッシャーかけるわけですか？いや、めっちゃかけてますね。間に合えばもうちょっと地元方が聞けると思うんで、ちょっとあれなんですよね。今回今あの添付してるフレームグラフはその AI の手書き文字の、プロファイルなんで。非常に実はOpenCL のウェイトがすごい少ないんですよ。なんでそこのボトルネックを見つけるにはやっぱりその個別にやっぱりテストプログラムを作って見ないといけないかなと思っているので、はい、ちょっとそれをぜひやっていこうかなと思います。この場はノーオブリゲーションノーコミットなんですけど参加者が同一の会社である場合はそのアンチではございません。そういうことです。
表されてるじゃないですか、これを、はい、あの AGL だったりとかこの場だったりとか、はい、それで、まあ、興味を持たれてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、実際にやり始め似たようなことをやり始めた人とかってご存知だったりします？それはあんまりいないんですか？似たようなこと、あ、要は、はい、あ、これと真似っこして他の会社で、はい、あ、これができるんだったら自分のところでもやってみようとかっていう、本当にオープンソース的な広がりみたいな。そうですね、あのですね、 AMM の時にあの今後我々も出展したいっていう考えを持ってた、あの確かパナソニックさん、仙台のパナソニックさんだったんですけど、あの、まあ、同じようなことをまずぜひトライしてみたいという意見もありまして、うん、まあ、その後ですね、あの実際どうなったかちょっと聞けてないんですけど、じゃあ来月が楽しみですか、うん、社債分野だと、はい、ハードウェア込みでとか FPGA 込みでとか新しい SOC 用とか、まあ、激流の訴訟ネスとかなんか、ね、いくつか頑張りますみたいなあのプロモーションやっておられる方がいらっしゃるんですけど、まあ、どれもプロプラなアクティビティでおられる、まあ、ルネサスもプロプラなアクティビティがあったりするんですが、ただオープンソースでっていうと途端に選択肢があまり見えなくなってしまうので、うん、ちょっと非常になんかもったいないというか、うん、AGL みたいなところ、うん、オープンソースもっと盛り上がるといいなと思っているので、うんうん、まあ、これには本当にあの、うん、ちょっとこう社内的にプロプラ品の舞台を脇にしつつ期待させていただいておりますので、ビデオ切りましょうか。他に何かありますでしょうか。じゃあ来月のあれですね、あの AGL の、サミットでのお話ができそうですね。そうですね、はい、あの私は別にあのプレッシャーがないいや、ほんとあの急にあの決まったことで、うん、あの私自身あの困惑してるので行けないっていうのがあの正直なところですね。今回実はあの今回あの日本語であの喋ってますけど、あの次は英語なようなのでちょっとまたあの英会話なんかやんないといけないのかなっていう感じで、あの日々緊張している感じです。はい、そこは勢いで。ありがとうございます。最初は緊張しましたけど、勢いです。私があの分からなかったらこの辺にいらっしゃる、ね、あのどなたかがあの通訳していただければ心強いかなと思ってますので、ぜひともあのよろしくお願いいたします。じゃあどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。